い、高槻課長です。今日もいろいろ来てくれますよ。さあ、世界のケンジ君で。はい、今日もよろしくお願いします。終わりか。なんかねえのかな、このテンションについてこれないね。どうしようかな、なんかしようかなと思うんですけど、まあいいか。高橋ね。はい、あたけ、高橋さん。はい、こうやって喜ぶ人がいっぱいいるんだから。はいはい。これちゃんと音に出てくれるから嬉しいよね。はい、じゃあ今回はですね、あの殴られ屋健二君が今日海外から来てくれますよ。海外からじゃないでしょ、日本からでしょ。海外行ってたんだから、これだ。海外だ、あれから海外行ってね、あの頑張ってるという、はい、今日はね、また腕を上げてね、世界各国行ってるから腕を上げて来てるはずです。腕を上げてっていうかね、あの何を上げてっていうの、腕を上げるっていうか、腕を上げて、余計を上げて、あれですよ、あれ、あ前回徳橋さん3発、3発、俺3発、畑2発、合計8発、8発、今日は1人で8発いっちゃいましょう。無理だろ。だって海外行くということはもっと上手くなってる恐れがあるよ。そうだ、前は1発でも当たりゃいい。俺たちは衰えてんだ。そうだよ。前回と同様、当てましょうよ、3発。3発当てるのね、もういいだろ。じゃあ3発頑張ります。ケンジさん入られます。よっ、バルトケンジ、おはようございます。マネージャーの方ですか。いや、ケンジです。髪型も違うし、え、ズラ、ズラ、いや、ちょっと海外帰りでだいぶ伸びてもうて、イケメンになって、なんかワールド的だね。あ、本当ですか、すごい。ありがとうございます。ケンジ君だったでしょ。いや、これね、実はズラなんですよ。 ありがとうございます。似合うね。ちょっともう一回かぶってみて。俺、詐欺師になれるよ。めっちゃいい男じゃん。ありがとうございます。なれるなれる。失礼します。いや、似合ってたもん。かっこいい、似合うよ。ありがとうございます。あれ、こんな感じでどうかな。いや、だから、ね、世界的になったじゃん、ワールドワールド。え、何カ国行ったの。一応まだドバイ1ヶ月とドバイスペイン1ヶ月、ほんでそこの国を代表する選手たちと戦ってきました。はい、まだ2カ国です。戦ってきたって何。殴られ屋ですね、やっぱり殴られ屋をして。海外でそのイタリアとかドバイで何人やったの、1カ国。ですね、なんか下調べせずに冒険で行ったんですけど、うん、びっくりしたことがあって、うん、向こうでストリートパフォーマンスで稼ごうと思ってたんですけど、うん、ストリートパフォーマンスをしたらダメな土地でした。え、警察来たの。いや、警察は来なかったんですけど、お金がもらえないんだっけ。いや、パフォーマンスがダメなんだ。完全にアウトで、もう下手したら捕まるみたいな感じらしいんで。で、やってないってこと。一応2回だけこっそりとしました。有名なビーチで。で、何人ぐらい、こう何人ぐらいしましたかね。でもドバイでまあ20人ぐらいしました。マジ、ドバイでやったらすげえ儲かんじゃないの。そうだよね。札束でしょ、一発。ああ、それがね、札束やと思ってたんですけど、チップっていう言葉がもうすぐ小銭なんですよね。だから全然でした、結局。あ、なるほど、はい、そうなんですよね。あとは言葉の壁感じたんですね。あ、まあ、なんか最初興味を持つんですけど、なんか向こうの言うてることに対しての返答ができひんって。あ、そうか。でも向こうこれでどっか行くって感じですね。で、結局どうやって戦ったの。一応、まあ、ビーチとあと、どっかでやって、その後ジムに、有名なジムに行かせてもらって、うん、そこで殴られの撮影をずっとしてたってことですね。そうです。もらえなかった、相変わらず。ですね、最高でも3とかじゃないですかね、多分もらって。おうおう、はい、日本の記録が最高当てた人は8発、9の那須川天心。 9回なんだ。天心早いもんな。天心ちゃん早いわ。2番がみくりちゃんでしょ。そうです、そうです、そうです。すごい、そうですね。名選手と戦ってる2人と。すごいね。いや、そうですね。いや、でもこの間もだいぶ渡嘉敷さんに鼻血出された。今日はちょっとね、怖いっすね。いやいや、避けたい。俺たちはもう置いていってるから。いや、こっちはだって海外でまた勉強してきたわけでしょ。まあそうですね、レベルが違う、はい、当たんないかもしれない。頑張ります。今日頑張るよ。うわ、すごいね、俺今日無理だぞ。やりましょう。お願いします。はい、ますお願いします。よし、よし、お願いします。じゃ一応目標を聞いといていいですか。目標、まあ、目標何発今日は当てますか。はい、僕はあの控えめなので一発で。一発で、一発当てれば十分。30秒ですよ、一発当てれば十分でしょ。そうだよ。俺はちょっと古いけど、1、2、3、4、5回。5回、5発当てる。だって前回3発。そうです、5、5。じゃあ私も3発だったから前回。そうです、はい。
今回は一発で、なんでだって俺たちは置いていってる、こっちは海外で勉強してる、レベルが違うだろう。いやいやいや、レベルとかも差が開いてるってことですよ。差が開いてるよね。いやどうなんでしょうか。さっきアップしたじゃないですか。じゃあ私も、もし一発当たればじゃあ5000万。いやいや、出世払いでよろしいですか。わかりました、じゃあ頑張りましょう。いろいろ当てますよ。めちゃくちゃなんか早いっすよ。ケンさん的には今日はどんな感じですか。一応以前殴られやしていただいてるんで、ちょっとこの人はこういうタイプやな、この人はこういうタイプやなっていう戦い方をちょっと分かった気がするんで、それをちょっと応用というか、あれにして避け方を考えてきたんで、できれば今日は鼻血出ずに終わりたいなと思ってます。ということはゼロで。そうですね、できればやっぱゼロで終わりたいですね。一回やられてるんで、こう避ければ当たらないっていうのを掴んでるっておっしゃってます。僕もあれ前回は思い切りついたんで、スピードだけで とかしちゃえ、完封するとおっしゃってましたけど、絶対それない、絶対ない。完封だったら素手でもいいってことだよな。ダメです。絶対ダメです。手数より一発重いの。ほんまに怖いなぁ。竹原さん怖いねんな。16オンスでも大きさ足りないんですよ。これ20オンスぐらい欲しいです。まあ今日は当たらないと思います。レベルがね、当たってると思うから。よし、そろそろ OK です。 OK、 はい。最初のどなたから。こっちから。あ、おっさん、おめでとう。前の順番で、前は誰だっけ。前は畠山さん、渡嘉敷さん、竹原さん。30秒とんどあっという間だよな。けどやる方は、当てに行く方は、受ける方は長いだろうけどね。いやですね。これ よーい、スタート。何やってよ。当たった結構ね。これ5、6発もらった。マジで。結構良かったな。疲れた。前回より良かった。ちょっと当たってた。今回余裕で当たってた。しかもポコポコもらってた。前回さ、あんまり畑手出しないもんね。あ、そうですね。畠山さん、手応えありました。はい、手応えあるパンチ一発か二発当たりましたよ。前回一発もなかったんですけど、手応えあるやつは。手応えあるやつが当たった。バリーなと思って。いやー、やられた。前回はパンチの位置をこの辺でやったんですよ。だからこの辺で読み合ってたんですけど、次はじりじりとこういう感じで、どっちが組んでるのみたいな。なるほど。難しかったですね。じゃあ俺も5発でいいですよ。
いや、5発もらったら俺パンツドランかな。いや、死んでる。ミドルのパンチですからガードごと飛ぶっておっしゃってましたもんね、前回。そうですね、俺のパンチは当たんないっすよ。いやいや、こういう人が一番怖い。怖い。何？もういいの？はい、大丈夫です。はい、スタート。ごめん、向きになった。いや。逃げ出さないように。前回は足疲れてたけど、詰まった時にこう生かさないようにしたから。やばい、これが世界チャンピオンや。ケンジさん、はい、逆に研究されてますけど。そうですね、このレベルの人が研究したらもう無理よ。完封するっていう時点でカチンときた。一番のダメージですね。殴られ始めて今日、はい、マジか。じゃあミクルに勝った男。いや、うわ。いや、私はもう降りてきたから一発当たればいいですよ。ご飯しっかり食べちゃいました。そう、ご飯ね、いっぱい食べ過ぎた。腹6分から7分がいいんじゃないですか。ちょっと9分ぐらい食った。やばい、さっき食べたばっかりだ。よいしょ。えぐいな。あのね、この距離感は見えるとかじゃない。間違いない。一発から決まったから。今日は勝ちましたね。勝ったね。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、どうでしたか。これはですね、乾杯です。恐れ入りました。いや、まあ、前回よりはね、みんなちょっと回数が増えました。いや、そうですね、海外行って勉強したから絶対当たんないと思ったけど。そうまさかの。一応今回来るってことで、はい、俺らも舐められたもんよと思いながら。
いやほんまにこれはしかも、はい、パンチ力がやっぱえげつなくて、はい、もうちょっと僕腰落ちてもうてほぼダウン仕掛けでしたね、はい、俺なんか一発パーンっていいの当たったんだミステートパーンって当たって一瞬悪いと思っちゃってだから思うよねえらい優しいもろくるんだよねじゃあ重たいは早い、重たいは腹へガンガン来てたから絶対重たいは早いミドル級の世界戦でもあんな手数出してる当たり前じゃないうわー出して怖っ、はい、それさめるとかっていやほんまです、1分じゃなくてよかったっすね、はい、これはしかもこんな大人げなく打ってくる人も想像ないでしょうからいやいや50歳大人ですいやでもまさかこんな、うん、やっぱ今でも動きはんのすごいっすねいや楽しかった日本のヤホーがやっぱりレベル高いね高いっすねいやめちゃめちゃ高いっす認めてもらったんだ。ありがとうございます。あれ今回あのケンジさんブレイキングダウン出られるって出んの？あ、そうですね。はい、試合に多分出れると思います。勝つだけ？いや、もう完全倒しに。倒しに行くの？そうですね。やっぱキックボクサーやったんで。だって余計のできたら余裕で殴れるよね。まあ、そうですね。こんだけの技術があれば打つ方もね、それなりにやっぱあるんだろうかな。そう、ほんで、はい、また次そのブレイキングダウンの本戦行くとしたら、うん、ボクサー。で高弘さん東京チャンピオンですよそうです多分当たると思います本当、はい、強いよ強いよいやそうですねでも土俵がキックボクシングみたいな感じなんで倒す自信ありますあまあキックも使えるんだもんねそうですキックの方が得意ですね楽しみですねはいありがとうございますいやこれからも頑張ってくださいねありがとうございます、ね、ありがとうございますありがとうございます第3回目ありますようわー怖いな